今まで私は研究生として、デュエルアカデミアに残るか、海外留学かの選択肢の間で揺れていた。でももしかしたら、ここに残りたいという気持ちの中に、小さな甘えがあったのかもしれない。3年間一緒に戦ってきた仲間たちも、みんな、デュエルアカデミアを巣立っていた。私も、成長しなくちゃいけないんだ。今よりも、一回りも二回りも大きく。
Thank you.
それは天井院君、君とデュエルをするためだ。ラブデュエルだ。言いたいことがあるならデュエルで語りなさい。ああ、嫌っていうほど。
デュエルに負けた。恋にも敗れた。万丈目くん。